友博です。今回は脱毛サロンに来ております。自分悩みがありまして、結構ヒゲが濃いんですよ。多分皆さん動画見ててお気づきな方は多分多いと思うんですけど、青ひげが朝剃るのめんどくさいぐらいに本当濃いんですよ。なんで今回は脱毛していきたいと思います。場所は池袋の立教大学の近くで、お店の名前がフォースさんです。雰囲気もお店の中は良かったんで、自分のひげがこんな感じですね。結構濃くないですか？今日剃ったんですか？朝剃って、首周りがひどいんですよ。楽しみです。では早速やっていきたいと思います。で、こっちの導入してる機械はこっちの IPL 脱毛って呼ばれる機械になるんですけど、 IPL 脱毛は基本的に毛根に対して光を当てていく内容になりますね。で、毛周期に合わせて光を当てていくので、ヒゲだと大体3週間の周期ってお伝えしたので、その周期に合わせて3週間のうちの成長期に対する光を当てていきますね。で、今全部黒く見えるんですけど、この黒い毛の中でも今しっかり毛根が根付いてて、成長期の明日にでも抜けるっていう対抗期とか休止期って呼ばれる毛もあるんですよ。で、こうやって目で見て分かんないんですよ。明日この毛は抜けるんだみたいな、絶対分かんないんで、大体、まあ、脇の場合とかだと成長期の毛って全体の 30% とか、腕だと 20%、 足だと 20%、 大体ヒゲも同じぐらいの量になるので、今日全体当てて大体2割3割ぐらいの毛が1週間後に抜けるっていう感じですね。で、抜けても生えてこなくなるのかっていうと、そうではなくて、抜けてちょっと弱った毛がまた生えてくるんですよ。で、ちょっと弱った毛の2割をまた打って、で、また抜けてっていう繰り返しでどんどんなくしていくっていう感じですね。で、ヒゲとかだと濃いんで結構分かりやすいんですよ。1週間後ぐらいにちょっと多分離したとかピッて引っ張ると、おっ、抜けたみたいな感じの毛が出てくるんで、これを何回か繰り返して減らしていくっていう悩みになりますね。で、基本的にこのアイピル脱毛って黒いものに反応する毛になるので、なんで毛根も黒いので基本的にはもう全部反応するんですけど、この辺って剃ると青ひげっぽくなる、皮膚とかもちょっと青黒くなってる人もいるんで、こうちょっと黒ずみっぽくなってるのも改善できるっていう機会になります。最近よく見たり導入してる店舗が多いのが SHR って呼ばれる、さっきこっちの IPL が毛根だったのに対して、こっちは毛根ではなくて細胞に毛生えてくださいよっていう風に指示を出してる領域があるんですよ。毛根じゃなくて発毛のこう指示を出してる領域があって、バレジ領域って呼ばれるんですけど、この領域に対して光を当てていく内容になりますね。なんで、こっちに比べると SHR 脱毛ってこの細胞に対して光を照射していくので、痛みで言うとあまり痛くない機械になりますね。ただ結構細胞ってすぐ元気になってくるので、こっちはだいたい1週間か2週間ぐらいの頻度で打っていくっていう形になっているので、こっちは細胞に対して光当ててるので白髪の人とかもいけますね。いや、でも50代60代とかのシニアの人とかはこっちの方がおすすめ。若い子とかはやっぱり細胞が元気なんで、こっちの出力の方が少し弱めなんですよ。弱めなんで若い子とかはね結構復活してきちゃうんで、ただ IPL 脱毛の方のが結構強い出力が当てられるので、この若い子こっちの方がおすすめかな、っていう違いがありまして、で、IPL 脱毛の中でもいろんな機械があるんですけど、この機械が多分脱毛器って白のイメージの人が多いですよ。だけど真っ黒な機械だから脱毛器ってあんまり最初思わないんですけど、これが、メンズの毛質に合わせて設計した機械になりますね。だから男性の毛質って女性よりもやっぱり一歩一歩太くて硬いし、全然同じ女性と同じ出力で打っても本当になくなってくれないでしょ。だからもともとのレベルっていうのは男性の毛質に合わせて設計する機械になるので、これを作ってる会社があるんですけど、メンズ専用の脱毛ってここの会社しか作ってないでしょ。だから大体うちで平均15回20回っていう風な、だと他のサロンさんとかで20回30回ぐらいっていうイメージ。女性だとね半分ぐらいの出力でなくなってくれるんで、っていう違いもあるんで、ここ大手さん入れてるとこも結構ありますっていう感じで、はい、ありがとうございます。はい、入ってますね。めちゃめちゃ裏まで入ってるね。いや、処理大変ですよね。朝どれぐらいヒゲ剃る時間かけてるんですか？すごい時は20分とか。すごいです。なんか4人とかで温泉にたまに行くんですけど、うん、その時一応こうひげ僕剃るんですけど、うん、彼も剃ってるんですけど、うん、結果的に一番彼が剃るの遅いんで、僕らはもう湯船に浸かってるんですよ。あいつまだ来ねえのみたいな、まだ剃ってるよみたいな。剃ってるみたいなね。それでも剃り足りないみたいなね。そうそうそう、うん、
やそれがね多分なくなるってめちゃめちゃね付加価値そうですね、朝の20分ってねめちゃめちゃ貴重だから20分もなくなるだけでも OK です。ちょっと全体乗せたのでまたちょっとこう追加しながらやっていきますね。はい、ちょっとじゃあ平均からまずスタートしていくので、はい、いけそうだったらあの段階上げながらやっていきますね。はい、うん、2人側からいきますね。どうです？なんかチクッとする感じです。うんうん、ちょっと動くね、やっぱり動きやすい。動くよ。あ、強そうですね、痛みは。平気？結構来る感じはあるんですけど、うんうん、入れるなって感じ。あ、そうですね、うんうん、ちょっとね、やっぱり鼻汗とかヒゲの周り、顎周りとかはちょっとね、はい、痛かったりする。今ちょっと薄い部分なので、そんなに体感としては来ないと思うんですけど、ちょっと下になってくると、あ、痛いです。ね。あ、痛いです。大丈夫かな？大丈夫です。大丈夫？はい。最初なんでゆっくりいきますね。はい。うん、ちょっとあの、休憩してほしいって言ったら言ってください。はい、マジっすか？もうちょっと今タモみたいな。そう、まず顎周りやっていきますね。はい、行きます。どうでしたか？一応普通に良かったです。痛かった？痛かった？そんな思ったより痛くなかったです。うん、痛み強いかもしれない。そうです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたまた行きます。通って、はい、綺麗なお肌に塗ってください。はい、と思います。ということで今回の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。